こんにちは、リハビリじいじです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は2022年9月のラウンド結果についてお話しします。ゴルフ以外にも難病 EGPA になって思ったことなどをリハビリじいじの With EGPA として別のシリーズ動画でお伝えしています。概要欄に記載していますので、よろしければそちらもご覧いただけたら幸いです。今回の内容は次の通りです。1、9月のラウンド概要。2、できたこととできなかったこと。3、反省点と今後の練習課題。まずは9月のラウンド概要についてです。9月のラウンドは2回の予定でしたが、台風による雨で1回目が中止となったため、結果的には1回のみの実施でした。今回行ったコースは、私が退職した会社の同期がメンバーとなっている名門コースで、会社同期とのラウンドでした。足の障害で素早い動きが難しいような私を誘っていただき、会社同期には本当に心から感謝しています。このコースは林間コースで、各ホールを区切っている木々は大きく風格があり、モミジや桜など種類も豊富で、とても美しい景観のコースでした。各ホールとも距離は長く、グリーンは砲台で、その前後左右いずれかには複数のバンカーが配置されており、またフェアウェイのところどころにも障害物として木々が配置されているなど、ショットの精度や飛距離などに応じたコースマネージメントが要求される難しいコースでした。このためラウンド前に考えていたことは、これまで取り組んできたように飛距離より方向性を重視し、手前から攻める作戦でプレーをするということでした。しかし最近になって飛距離アップを意識し始めたことで、オープンスタンスの打ち方が少しおかしくなっていたようで、方向性の精度は落ちており飛距離も出ませんでした。このため今回のラウンド結果については、残念ながらスコアは110ちょうどでした。ただし難しいコースだったので、このスコアでも良しとしようと前向きに捉えています。次にできたこととできなかったことについてですが、まずできたことは、単にスタンスをオープンに構えること、そしてバンカーショットがうまくできたことぐらいでした。当日のバンカーは湿っていて固く締まった状態でしたが、病気前にやっていた打ち方を最近思い出したので、それをやることでバウンスのあるサウンドウェッジでもうまく出すことができました。ちなみに私が病気前にやっていた打ち方は次のようなものです。ヘッドを開き短く握る。スタンスは広めで飛球線と平行に立つ。腰を落としてハンドダウン。ハンドレイト。左足体重。ややアウトサイドインのイメージでしっかり肩を回して打つ。続いてできなかったことですが、先ほどお話ししたこと以外は基本的にはどれも不十分な出来でした。特に切り返しをヒップスライドから開始することや、ダウンスイングで左膝を伸ばすことはほぼ意識することができず、このため飛距離は一時期の8割程度のままでした。またヘッドは始動直後はまっすぐ後ろに引くことや、バックスイングで左肩を入れることは時々意識が飛んでしまい、動きができていない時はトップやチョロなどのミスショットが出てしまいました。この影響でドライバーも左下前方へのチョロ的なショットが時々発生し、フェアウェイキープ率も3割程度といい時の半分ぐらいでした。またアプローチでは振り幅の開始位置だけを確認して終わり位置を確認することを行った時にはほぼショートしていました。やはりこのようなことが安定的にできないようでは、100切りができないのも当然なのかもしれません。最後に今回の反省点と今後の練習課題についてですが、まず反省点としては、オープンスタンスの打ち方がまだ中途半端な状態なのに飛距離を求めた打ち方を意識しないこと、そして体の障害状態や年齢などの現実に合わせて当面は飛距離より方向性を追求することです。オープンスタンスの打ち方で飛距離より方向性を追求するために意識していることは、これまでも別の動画でお伝えしているように次の通りになります。アドレスについては、1、
決めた手順でオープンスタンスを作る。2. 両足の股関節を入れる。バックスイングについては、1. 右腰から始動。 2. ヘッドは始動直後はまっすぐ後方。 3. 左肩を入れる。軸の右ブレに注意。 4. 右肘を絞る。 5. 7番アイアンより長いクラブは左股関節を入れたまま左太もも体重。ダウンスイングからインパクトについては、1. 切り返しはヒップスライドから開始し左膝を伸ばす。 2. ヘッド軌道は右肘より上。 3. 7番アイアンより長いクラブは頭を若干スライド。フォロースイングについては、 1. インパクトと同時に目線切り。 2. L 字位置のシャフトは前傾角度。3. 頭を左足の上まで引き上げ、ほぼ意識しなくても目指す動きができるようになるまで引き続き練習に励み、まずは100切りを目指したいと思います。以上、今回は2022年9月のラウンド結果や今後の練習課題などについてお話ししました。これからも自分なりに試したことや考えたこと、悩み事などを投稿していきたいと思います。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。